自伝本、路上の伝説を出しまして、で、まあこれ僕の本当幼少期の頃から人生について振り返ってるんですけど、まあ、この本を出したということで、今日ラファエルさんとラファエルさんも、はい、あの最近こちら最強の話し方、あの人といえば話術がうまいんで、まあ、コミュニケーション能力とか出会って1分で好かれる話し方っていう本を出したみたいで、これについてサブちゃんの方でなんかお互いが語り合うみたいな企画なんですけど、ラファエルさんのね家に初めて今日お邪魔するんですよ。そこで、まあ、対談してる途中でいきなり俺と佐々木くんでスパーリング始めてやろうかな家広いじゃん。あ、そうですね、うん、そこでどういう反応するのかっていうことと、うん、まあ、ラファエルさんも一緒にどうですかぐらいの感じでこっちもやっていこうかなって、まあ、路上の伝説といえば、まあ、その対談するのはいいんだけど、やっぱ体現もしないといけないから、そのスパーリングを見せないとちゃんと話せないかなっていうのを思ったんで、まあ、それをやっていこうかなって感じですね。初めてですね。でもラファエルさんはもう、ラファエルさんラファエルさんって何ですか？なんかおかしい？いや、なんかあれですよね、伸ばしてますね。どこか？ラファエルさん。あ、ラファエルさん、はい、本当は何？そんなんいましたっけ？本当は何なの？ラファエルさんじゃないですか？あ、ラファエルさんなの？はい。あ、そうなんだ。はい。まあ、人それぞれなんじゃないの、それは。あ、まあ、そうですね。